黄色のカラーがかっこいいです。マフラーはアクラボビッチのマフラーがついています。ここに傷がありますね。あとここです。チェーンも交換されてて、これはブルーチェーンですね。あとバックステップが入ってます。外装に関しましては、右のテールサイドカーブに傷、そうですね。左側にもここにポツポツと傷がありますね。大きなカーブにも大きな割れとかはないんですけども、傷が多少あります。こことね、足回りはつまりホイールが黒で、傷があります。木のカールはちょうどエンジンカバーの外側でしょうか、ここに傷があります。ちょうどグレーのとこと、あとアンダーカバーにちょっとこっちの方に、こっちの方が見やすいですね。こんなここに傷があります。あとリアフェンダーはクレバーウルフのカーボンリアフェンダーがついてます。このクレバーウルフのステッカーかっこいいですね。これあるだけでもレーシーな感じでとてもいいです。走行距離は2万と384キロの走行距離です。